加藤美優の訴えを却下した全仏を中内が思批判、非常に間違った決定だ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 テニスの四大大会、全仏オープンの女子ダブルスで失格処分となっていた加藤美優、ザイマックス、は6月15日、賞金とポイントの回復を求めた大会側への提訴が却下されたことを自身のツイッターで報告した。前代未聞の裁定が下される発端となったのは、加藤の何気ない行動だった。 今月4日に開催された全仏オープンの女子ダブルス3回戦において、アルディラ・スーチャリ、インドネシア、とペアを組んだ加藤は第2セットの途中に相手コートへ返球すると、これがボールガールを直撃。この時、主審は一旦警告を発したのだが、対戦相手のマリエブズコワとサラソリベストルも、 チェコ、スペインが猛抗議をした結果、スーパーバイザーも介入する大騒動に発展。最終的に最低は覆り、加藤とスーチャリは失格という厳罰処分が下された。騒動の直後に主審にわざとやったんじゃない、とアピールしていた加藤は、処分を不服として賞金とポイントの回復を求めて大会側に提訴していた。がしかし、 大会ディレクターを務めたアメリーモレスモ氏が、ボールガールがあんなに長い間泣いているのを見ると、何らかの決断をしなければならない。何かコメントをするつもりはない。と、ガンとして態度を改めなかったように、前仏側は訴えを棄却加藤も、私にできるのは前を向き続けることだけ。と、ツイートするしかなかった。当然。 この一方は世界に広まり、小さくない反響を呼んでいる。各国のスポーツ情報を発信するインドの専門サイト、スポーツキーダは大会側が見せた一連の対応について、これは凶悪な犯罪だと言っていい、と厳しい言葉を用いて猛烈な批判を展開した。さらに、裁定を覆した大会側に対する批判も相次いだ。 英国の元テニスプレイヤーであるマーク・テッチェイが、あなた方がそんなジャジを下す資格は全くない。彼女、加藤の求めに応じないのは間違った決断だ、と断じれば、西岡良次のコーチを務めるクリスチャンザ・ハルカ氏も、非常に間違った決定で、大会の審判団は非常に残念だ。問いりを隠そうとはしなかった。 加藤からすれば消化不良の感が否めないであろう今回の判定。全仏側の決定に対する批判の声はやみそうにない。文・ん、厚生。ここからネクスト編集部。日本のスポーツ協会は関係維持するためにも沈黙。発言すると責任追及になるから沈黙。何もできないからと諦めるのが日本。 なぜなら日本は戦わないのが平和で素晴らしいと思うから。話し合えばわかると仲間が撃たれようが握手しようとする。撃たれ仲間の気持ちにならない。やられたらやり返すのは悪いことだと思うのか。なぜやられた国がだんまり周りだけが助けようとする状況なのか。理解できない。 このように世界中から猛批判が集中しているのに、日本協会は加藤を擁護しようともせずに大会側の裁定を受け入れるコメントを公表した。長いものにはまかれろ式で何とも情けない限りだ。協会には、スポーツ仲裁裁判所に提訴する義務こそあるはずではないだろうか。日本テニス協会の HP には立派な理念ビジョン行動指針が掲げられています。 また国際テニス協議会への代表者の選考や、ランエキングの管理運営もされています。同協会の事業目的には、日本テニス会を代表して、内外のテニス団体スポーツ関連団体との交流、協力及び支援ともあります。もう少し積極的にこの件に関して関わっていただいても良いのではと思います。 HP のトップには加藤選手の混合ダブルスの優勝写真が誇らしげにアップされているのですが、良いとこ取りだけに見えてちょっと悲しいです。全仏オープンには幻滅しました。何でもフランス選手権が1928年に現在のローラン・ギャロスで行われるようになり、今ではむしろその名の方が一般的でもある、歴史ある大会らしいです。 ちなみに、ローラン・ギャロスとは、世界で初めて地中海を飛行機で渡った飛行家の名前を唱えたとのことですが、2023年大会は最悪な大会になってしまいました。お名を返上するには、これまで刻んだ歴史なんかで渡りないかもしれませんし、最悪、数年以内に歴史に幕を閉じるかもしれません。 スコア競技上の抗議なら自動判定システムが有効な手段となるが、今回の争点はスコア競技範囲外における相手選手からの抗議からしているが、そもそもなぜ相手選手が抗議するのか。日本を含むアジアならそんな卑劣な振る舞いはしない。また審判が一旦下した裁定に対する抗議はどのスポーツでもペナルティ処分対象のはずだが、 それすらしなかったし、相手選手の抗議通りに裁定は覆って、その瞬間相手選手二人がせせら笑っている。その一連の動画が世界中に拡散されれば、どう考えても、大会主催者の裁定結果やその後のコメントがいかに間違っているか。 さらには問答無用でルール通りというのなら、今後スコア競技範囲外においてボールやラケットに関わる接触は全て失格扱いにならなければ、日本を含むアジアに対する差別扱いが想定から確信になる。よく観察することだ。150km パーワーかそれ以上のサーブやラリーでボールがぶつかる方が怖いはずで。 手で取る避けるが容易なボールボーイ、ボールガールを選んだのかというところも、こういう事態になると疑問が出る。あたかもプレイ中のような避け方は、大会側はあんな素人みたいな避け方で正しいのか。コート内によることで、すでに危険な場所だから、常にボールを見て、対処の仕方も知らないととんでもない怪我もあり得るはずで。 スペインのテニス界がこういう危機管理と起こった後の処理判断能力では非道徳文化のはびこる国とまで思われるのにそれでも間違いを直視しないのは救いようもなければ援護、弁護する価値もないので付き合わない方が良いですね。さらにボールボーイガールなくして大人か機械がやれば良い。なくして大人か機械がやれば良い。